アンルシア姫様の命によりこの先は立ち入り禁止となった。客人であろうと通すわけにはいかぬ。速やかにここから立ち去られよ。おお、こちらにおられましたか。ミシュア様のことであなた様にお話があるのです。こちらへ。実は私もミシュア様のいる塔のお部屋へは近づくなとアンルシア姫様に命じられてしまいました。アンルシア姫様は勇者覚醒の儀式にミシュアが必要だとしか教えてくれません。一体ゼドラ堂で何があったのですか。なんとミシュア様がアンルシア姫様の失われた半身ですと。まさかそんなことが。アンルシア姫様はミシュア様をどうするおつもりなのか。ミシュア様は今大変危険な状態にあるのかもしれません。城下でたびたび行方不明の者が出ているという話はご存知でしょうか。実は私の孫のテグラムもその中の一人なのです。行方不明となった者はいずれもアンルシア姫様にお目通りした直後に姿を消したと聞いております。しかしこれまで誰もそれを疑問に思う者はいなかったのです。私自身もその一人でした。愛する孫がいなくなってもそれが当たり前のことに思えて疑問すら抱けなかったのです。なぜ今まで孫が行方不明になったことを気に留めなかったのかは分かりません。まるで心にもやがかかっていたような。このままではミシュア様の身にも何事か起こるかもしれません。おい、あの姫様、うさんくさいとは思ってたが。本気で気な臭くなってきたわね。これはミシュアさんを助けに行きましょう。これをあなた様に託します。ミシュア様の囚われている塔には城に危険が及んだ際王家の方々が避難するための秘密の通路があります。秘密の通路は外に出るための洞窟、海風の洞窟につながっております。逆にたどれば塔へ入ることができましょう。先ほどお渡しした鍵は海風の洞窟と秘密の通路をつなぐ扉を開けるためのものなのです。海風の洞窟は人目につかぬところにあります。城の西レビュール街道北へと向かい海に面した崖をお探しください。私はミシュア様が心配でなりません。ミシュア様のことどうかよろしくお願いいたします。
誰かと思った後をつけたらあなたでしたか。お久しぶりです。お噂はいろいろと聞いていますよ。ほう、こんな場所に洞窟の入り口があったとは。これは大変興味深いですね。うん、あなたはこの奥を目指そうとしているわけですか。それでは私もちょっと中を覗いてみるとしましょう。お先に失礼。相手にとって不足はねえぜ。
やってやるですよ。
アラハギーロではご苦労でしたね。ベルムドはすでに暴走を始めていました。あなたに出向いてもらって正解でしたよ。それで、バスラー君、新たな実験素材はどんな様子ですか？はっ、キルギル様。あの娘は塔の部屋でおとなしくしています。暴れるような様子もございません。それは結構。貴重な実験素材はできるだけ傷つけたくないですからね。今回の実験は気合を入れますよ。なんといっても実験素材が波の力の持ち主ではありません。さあ、準備を急ぎましょう。大量の魔力を集めなくてはいけません。護衛は任せましたよ。はっ、かしこまりました。では、狩りに出かけるとしましょうか。そう、私のそばにはいつも誰かがいて、私のことを守ってくれていた。思い出せない。あの人は一体誰なの？助けに来てくれたんですね。私なんかのために何度もありがとうございます。アンルシア姫様は私のことを自分の失われた半身だと、一人の人間ではないと言っていました。でも頭の中に時々記憶のかけらみたいなものが現れるんです。
それがもし私自身の記憶なら、私はアンルシア姫様の半身なんかじゃない。私は私の記憶を取り戻したい。あの人のことを思い出したい。どうすれば記憶を取り戻せるの？教えて。お困りのようですね。失礼ながら話は聞かせてもらいました。あなたは？山門の関所でもお会いしましたが、このように話をするのは初めてですね。彼の友人のクローズと申します。私には少しばかり特別な力があるんです。そう、人の記憶を操るというね。ミシュアさんの記憶、よろしければ私が見て差し上げましょう。それで記憶が取り戻せるなら、ぜひお願いします。お任せを。では失礼。これは記憶に触れることができません。どうやら記憶そのものが何かの力で封じられているようですね。そんな、どうして？どうして記憶が封じられているのか、それは私にも分かりませんが、まだ方法がないわけではありません。ですが、その前にあなたに一つだけ聞いておきましょう。封じられた記憶を取り戻したとき、あなたは自分に課せられた過酷な運命を知ってしまうことになるかもしれません。あなたがそれに耐えられる保証はない。それでも構いませんか？構いません。どんなにひどい記憶だったとしても、それは私の大切な記憶なんです。私のそばにいてくれた誰か、その人のためにも私は絶対に思い出さなきゃいけないんです。それを聞いて安心しました。封じられた記憶を蘇らせるには、誰かがあなたの記憶の中に入り、その封印を打ち破ればいいのです。さあ、出番ですよ。以前山門の関所を通るとき、あなたに集めていただいた三匹の蝶、覚えていますよね？今こそその蝶が羽ばたくときです。美しいでしょう。記憨の世界へ誘う神秘の扉です。しかし、申し訳ありませんが、お一人しかこの扉はくぐれません。どなたが行きますか？ミシュアさんには何かあります。あなたと同じで僕には彼女の未来が見えないんです。うん、やはりあなたは私の見立て通り
ミシアさんと何らかの縁があるようだ。あなたが行かれるのがよろしいでしょう。この扉に足を踏み入れれば、そこはもうミシュアさんの記憶の中の世界。さあ、光の柱に進むのです。聞こえますか？私です、クローズです。そこはミシュアさんの記憶の中にある世界。彼女の封じられた記憶がどこかにあるはずです。その記憶の在りかまで蝶があなたを導いてくれるでしょう。蝶を追ううちにあなたは彼女の閉ざされた記憶の鍵を手にするでしょう。それを彼女に届けるのです。なかなかやるようになったね、ミレト。君のお眼鏡にかなったなら光栄の至りだな、トーマ。というか結局一本も取れなかった。当たり前さ、僕は勇者だなんてね。いや、真面目な話、ミレトは強くなったよ。ただ僕はもっと強くないといけないんだ。お前、なんでそんなに頑張れるんだ？勇者って肩書きのせいなのか？いや、勇者ってのはあんまり関係ないよ。僕はただアンルシアを、家族を、この国を守りたいだけなんだ。なるほど、勇者がお前なんじゃなくてお前が勇者なんだな。計り知れん運命を自分から背負いに行きやがって。トーマ、俺はお前のその荷物を背負う手伝いがしたいんだ。
ありがとう、ミルト。ねえねえ、トーマ兄様、ミルタ兄様、お話終わった？アンルシア、ああ。じゃあね、トーマ兄様。勇者様の物語の続きを読んでほしいの。いいよ、おいで。ありがとう、兄様。トーマ、じゃあ俺はこれで。バイバイ、ミルタ兄様。トーマ兄様には素敵なお友達がいて羨ましいわ。お前にもいつか素敵な友達ができるさ。さあ始めるよ。とどろく雄たけびに空が震えました。ギーッと不気味な音を立てて大地は割れ、地獄の扉が開いてゆきます。地の底から恐ろしい魔物たちが現れ、アストルティアを真っ暗闇で覆いました。けれど人々は嘆きませんでした。なぜならグランゼドーラ王国に勇者がいたからです。勇者が力を解き放つと、アストルティア中が暖かい光に包まれ、魔物たちは逃げて行きました。そうだよ、僕は勇者だからね。勇者はペガサスにまたがって魔王の城へとやってきました。霧が深く深く立ち込めています。罠にかかったな、勇者。魔王の声が響きます。しまった、勇者の体が石になってゆきます。それは魔王の恐ろしい呪いでした。二人とも、お父様が魔物の討伐に出発なさいますよ。テラスでお見送りいたしましょう。お父様がお出かけなさるの？でも勇者様が。大丈夫、続きは後でね。さあ行こう。行ってまいる。いい子でお留守番しているんだよ。
さあ、二人ともお部屋に入りましょうか。はーい。この程度で勇者が倒せると思ってもらっては困る。あ、誰、勇者とは。大丈夫だよ。勇者は死なない。信じて待っていてくれる人が一人でもいる限りね。
私のせいで兄様がひどい怪我を。大丈夫よ、傷も浅いから少し休めば元気になるでしょうって賢者ルセンダ様がおっしゃっていたわ。だからね、あなたは笑顔で元気になったトーマを迎えておあげなさい。はい、お母様。いい子ね、あなたには笑顔が似合うわ。さあ、絵本の続きを読んであげましょう。罠にかかったな、勇者。魔王の声が響きます。しまった。勇者の体が石になってゆきます。それは魔王の恐ろしい呪いでした。勇者は必死にもがきましたが、だんだん気が遠くなってゆきました。ここまでなのかと勇者の心が折れようとした、その時、君を死なせはしない、力強い声とともに飛竜にまたがった勇者の盟友が駆けつけたのです。盟友？盟友というのはね、勇者様をいつだって支えてくれるとっても大切な仲間なのよ。トーマにも盟友がいてくれたら、あんな怪我を負わずに済んだのかしら。盟友。私が盟友になるわ。アンルシアが盟友になって勇者のトーマ兄様を支えるの。まあ、アンルシア、あなたまでそんな危険な道を選ばなくていいのよ。兄様が怪我したのは私のせいだもん。今度は私が兄様を助けるの。